俺が小さい頃日本全体が貧しかったけど、あ、飯は食べてたよ。なんか、ね、なんとなく地域社会とか世間とかがなんかこう面倒見てたところがあってさ、もうないんだよね、本当そういうのほとんど。未来食堂と子ども食堂といずれにしろこうお金がなかったり孤独だったりして生きづらい時代に、あの自分が何かをやることで居場所を作りながらかつビジネスとしても成功させてるからさ、うん、次回のカンブリア宮殿は町で人気の定食屋さん、なんとタダ飯を振る舞いながら黒字経営を続ける不思議な食堂。本当ありがたいです。さらに全国で急増する現代の絆食堂、子供はみんな100円。一人で食べるんじゃなくてここでね、なんか食べることができれば。心に寄り添い営業中、感動食堂スペシャル。